こんにちは、エルビアンTV、エルビアンTVのレイアンと、イエーイ。今日は、なんと、女の子が教える、女の子のいいところのお話。こちらはですね、私たち今まで、様々ね、初めて女の子とそういったことをするときに、まあね、同意なしにしないこととか、こういった商品を使ったりとか、気遣いを忘れないようにしましょうねっていうような動画を出したりとか、はい。まあね、いろいろね、 そういうハウトゥーの動画を今まで出してきたんですけれども、その時に、すごくね、本当に人に聞きにくくて、どうしても、教えてほしいですっていうような質問で、めちゃめちゃ多く来たものがありまして、具体的に、どこをどうしたら女性は喜ぶんですかっていうのをすごく、いろんな方からご質問いただきまして、はい、そちらを今日は、マイルドにお伝えしていきたいと思います。はい。では、レッツスタート！ ま、女性って言ってもですよ。人は一人一人に違うわけなので、もちろんここがすごくこうしたらいいですよっていう具体的なお話はできないんですけれども、私がね、されて良かった話とか、ゆうちゃんがねした時に、こういうところが良かったってお話ができればなと思います。実際に、 そんなね、めちゃめちゃ経験がうちらが多いわけじゃないから、そう。こうだってことは実際言えないんだけど、3つに分けて話していきたいと思う。これに関してまずは、事前準備。実際の実践編、アフターケア。この3つが大事だと思っていて、以前、そういったスペシャルなサービスを行っている、レズビアンのお店のキャストさんとかにお伺いした時に、性同士で一番喜ばれることは、心がやっぱり繋がって癒しに繋がるところが、すごく、 大きくて、心が癒されて、気持ち良さにつながるのではないかっていうようなお話を聞いたことがあって、本当にそうだと思っていて、やっぱり女性も男性も、まあみんな同じなんだけど、女性はすごく繊細な生き物なので、やっぱり心をつながりをすごく大事にしていると思ってるんですね。なので、女性を満足させるためには、やっぱり心のつながりっていうのは切っても切れない。 存在かなというふうに思ってます。なので今回は3段階に分けて、この心を満たすことについてお話ししたいと思います。はい、1つ目は事前準備。これは何かというと、女性がそういったね、気持ちいいと感じるためには、もう痛いなんて持ってのほか。いや、それは嫌だよね。例えば汚いとか痛いとか、 そういうね、嫌な感情になることは基本はしないっていうのが大前提なので、爪を 切るだけではなく、ヤスリで整えて、傷がつかないようにする。ああ、そうだね。あと爪の間に黒いね、ゴミとか溜まってたらすごい嫌じゃない？して、めっちゃ嫌だ、それは。だからそういった、こういうの前にはしっかり爪の間まで洗うとか。あと手を清潔にしておくことはめちゃくちゃ大事だと思う。傷とかがないように、もし傷があったら絆創膏するとか、ハンドクリームとかできちんとね、手のケアをしているのが準備ではね、大前提で大事だと思う。そうだね。そう。 女性として気になるなって思うのは、やっぱ匂いとかも気になるわけよ。頭皮の匂いだったりとか、口臭だったりとか、体臭だったりとか。恋の最中に、いざこの人と素敵な夜を過ごしたいってなっても、やっぱりちょっと匂いが、ちょっと受け付けない香りだとしたら、ちょっと気分もやっぱりね、気持ちよくなれないので、そういった準備として大事なのは、やっぱ爪、手のケア。まず爪が伸びてない、痛くない、汚くない、この3拍子は絶対に守ってほしいのと、 匂いも、いい匂いじゃなくてもいいから、こう、臭くない、清潔感のある香りでいること。そう、これは、やっぱり、きちんと準備した上での行為でないと、やっぱり女性は心がやっぱり気分よくいられないので、そこは守った方がいいかなって思う。匂いさ、周りの人たちも、なんか匂いが合わなかったら、とか、ね、めっちゃ言うから、 匂いは本当に気をつけた方がいいなと思う。はい、次、本番。これね、みんなが一番気になるところだと思うんだけど、お手本になるものってこの世の中にそんなにないじゃない？週に1回授業でやってくれるってわけでもなく、どこで見られるってわけでもなく、世の中に出回ってるものっていうのは、もう本当99%くらいデマで、やっぱり演出を含めた、 そういった大人のビデオであるからこそ、それを見てしまって、同じようなことをしてしまうと NG です。ガシガシするなということですね。本番中で気を付けなければいけないことは、とにかく聞くことと柔らかいタッチを心がけること。そうだね、ソフトがいいね。この2つかなと思っていて、もちろん激しくされるのが好きなね、お好きな方もいると思うんですけど、あくまでもね、誰もが初めての時があるじゃない？そういった時に参考にしてほしい内容なので、まず、よく聞くこと。これは、
実際にこう私の体は私じゃないとわからないし、うん、ゆうちゃんの体はゆうちゃんじゃないとわからないのよ。だから私はここが良かったですよってお伝えすることはできるけど、そういったところでみんなの参考にならないので、パートナーさんの心と体の声に耳を傾けることが何より大事。それがそう、心を通じていくことで精神的にも癒される、気持ちよくなれるってことにつながる一歩になるので、とにかく声かけをしっかりしてあげること。なんかさ、私さ、うん、私多分そんなにめっちゃ声かけするタイプじゃないと思う、多分ね、うん、どういう感じの声かけがいいのかな。もう一番こう使える技は、痛くないっていうことはね、やっぱ聞いた方がいいと思う、うん、なんか濡れてんじゃんとか言っても全然気持ちよくないけどみたいな、うん、時多分あると思うんだよ、女性で思う人もいると思うよ、きっとね。そういうことを聞いてほしいんじゃなくて、うん、あ、ここ痛くないかなとか、うんうんうん、もうちょっと激しくしていいとか、そういうことよ、ね、聞いていいのは。優しさがあるよね、思いやりというか。そうそうそう、思いやりがあるかどうかだよね。そう、あとこう腰痛くないとか、その、うん、位置 おかしくないとかでもさ、聞いた方がいいと思うの。あとはそう、独りよがりにならないっていう部分でも、やっぱ声かけってさ、うん、こう独りよがりになってないよっていう意味でもあるじゃん。痛くないとか、相手気遣ってますよっていう、そう、感じてるのっていうのは自分一人で楽しんでるだけになってしまう場合もあるから、ね、そういうワードよりも痛くないとか、こうはこうした方がいいかなとか、うん、こうしてもいいかなって聞いた後にちょっとハードめにしてみるとか、はいはい、はい、2個目、あのソフトなタッチを心がけるっていうのは、まあ、基本的に女性がいいと思う部分っていうのはすごく繊細なところなので、あの人によってはあの全てねこんにちはしてるとこもあれば、あの出さないぞってなってる人も女性の中ではいらっしゃいます。刺激に対してものすごい強いものではないんですよね、女性のそういったこう皆様が好まれる部位というのは、うん、そのガシガシ触っていいところではないので、うんうん、そこをやっぱりソフトなタッチに触るからこそ、女性同士と初めてした時に今まで感じたことがない気持ちよさを感じたって言ってる友達もいたし、そういった声が多いのってやっぱり女性って触り方が優しかったり指が柔らかかったり、こう全体的に繊細な触り方をするからいいって思うと思うの、うん、本当に優しすぎるほど優しいタッチから始まることが大事だと思う。あのまぶたを触ってるような感じから優しい感じで触っていくのが大事。女性って緊張していたり、うん、乾いてる状態で触られるのってやっぱりちょっと痛いから、うん、ちょっと何かで濡らしてあげてから触るとか、優しく丁寧に、優しく丁寧に触ることが大事です。まあ、具体的にどんな風にっていうと、円を描くように触るといいって言ってる人が割と多いかも。テレビアンカップルで実際にあの一番大事なアフターケア、まあうまくいく日もうまくいかない日もあるでしょう、夜の営業に。ありますよそれは。でも共通してやっぱりアフターケアっていうものをすることによって、うん、あ、この人とできてよかったなとか、うん、またこの人としたいなって思う気持ちにつながるし、なんか女性って終わった後のその余韻に浸りたいっていう気持ちの方も割と多くて、ね、アフターケアでげんなりする対応って何？こう終わった瞬間に携帯触られたりとかしたら超やだ。あー、なるほどね。終わった後にすぐトイレとか行くのよ、手洗いに行ったりとか。そうだね、仕方ない。そうじゃなくていきなりこう LINE し始めたりとか、あ、テレビ読み始めたりとか。まあ、テレビはまあ一緒に見るならいいけどやっぱり終わってから10分ぐらいはせめてやっぱ、ね、姫方をね大事にするようなね志を持ってめでるめでるめでてください、うん、していただいた側も尽くした側も、うん、あのどっちもその時に良かったこととか悪かったことを言える時に言った方がいい。そうだね。まあ言い方はもちろん考えなきゃダメだよ。例えばもうちょっとこここういう方が好きだなとか、ここすごい良かったからまたしてほしいなとか、うん、ポジティブな言い方をするのが大前提なんだけど、そこで言わないと次も同じことの繰り返しになっちゃうから、やっぱりこう同じ人と何回もすることでやっぱりその人のいいところを知っていくから、うん、より上手くなっていくのよ、その人に対して。そうだね。それを上手くなるためにもそこで相手にちゃんと聞いた方がいいし、こうより心を開けるし、心を開くことでこういろんなところをね開拓したいなとかね、この人とこういったことしたいなって思うきっかけになるので、ありきたりかもしれないんですけど、まあ、こういう、こう志を持ってあの楽しい時間をね過ごしていただければなと思います。いや、下手だけはね言われたくないかもしれない、下手っていうワードはね。あともう一つ本当に具体的に言うのであれば、あのお友達から聞いたアドバイスなんだけど、こうもしこう
最高潮に行きにくい方、うんうんうん、もう最高潮の最高潮にそういった時に行きにくい方は、あの座るか立つか、こう腰を起き上がらせた方がいい場所に当たるっていうのを聞いたことあって、うん、こう腰を起き上がらせる、またはこう寝てたとしても腰とそのベッドの間にクッションを挟まして腰を浮かせることがいいって、ぜひ参考にしてみてください。アドバイスになってるのか、その人はそのなんか相談くれた多数の方の返答になってるのかも正直わかんないんですけど、まあ一応みんなね、やっぱり優しく接しましょう。はい、思いやり、思いやりがね一番大事だよね。ということで今回はまあレズビアンカップルが教える女の子が気持ちよくなるためのお話でした、はい、少しでも参考になった、あのこういったことの悩みが解決されたって方がいましたら、グッドボタンだけじゃなくてコメントもぜひください。よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。